ヤンバルクイナを撃破しろっていう動画5本上げてるけど映ってないからな。まさかこんな簡単にね撮れるとは。はいさい。はいさい。今回ですね。はい。なんとご近所さんが確実に超過を出せるポイントがあるということで、はい、お呼びしております。はい。こちらです。近所さんのご近所さんのもうお名前は金さんでいい？はい。金さんで。金さん。近所だからね。金さんで。近所だから金。もう周りからもう犬がうるさいで嫌ですから。いい目覚ましになっております、ね。ということでね、金さんと一緒にね、はい、過酷な釣れるポイントに行ってみましょう。はいはい。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。はい、ということでね、ここで確実に釣れる、どこにも売ってない練り餌の作り方ですね。まずこちら、ふるいにね、高山家さんを入れます。細かいね、これかな。アメリカのお菓子みたいだな。すごい着色です。これをこう、細かいものだけ取ると。で、次、V10 ですね。これをもう、こう入れていく。これも、こう取っていきます。甘い。はい、で、これも巻き屋さんに使うので。巻き屋さんに使うんだ。無駄にしないな、すごっ。これで終わると思ったら、お間違い。マジか、イワシパワーぐらい。もうこの3つ入れたら、全種類の魚が寄ってきます。やばいな。漏れなくサメも寄ってますから。もうすごい、アイスクリームみたいだな。で、ここでパンですね。パンの耳はね、うんうん、あの練り餌としては向いてないので、取ります。人間もそうでしょ、パンの耳残す人多いでしょ。多いな。それと一緒なんですよ。これもポン、負けた。無駄にしないな、マジで。これを入れて、こう、ちぎる。フレンチトーストみたいだな。トーストでやったら美味しそうだな。で、これを、水気ないんですよ、これ。水気がないから、この赤網、まあ、オキアミのこの赤網で、ジャンボ、ジャンボ赤網。これの汁を使って、調整して。無駄にしないな、マンモ。これ釣り具屋業界に革命起こすな。起こすだろうな、これ。魚だったら食うな、俺。これ島のからダイレクトメール来るだろう。あの件についてって。なぜわざわざふるいにかけたのかというと、うんうん、この細かいことにすることによって、練り餌として使えるんですよ。こういったね、麦とかね、こう混ぜちゃうと練り餌として機能しなくなるんですよ。だからふるいにかけてます。はい、あちらにね、ヤンバルクイナいますね。普通にいるんですよ、ここ。いますな。やばいな。ヤンバルクイナがいるということは、魚もいるんですよ。関係あるか。ほら、自然溢れてるってことですから。そうだね、すごいな。はい、第一関門。第一関門。カッターになってます、これもうトゲトゲ。危ないな。ごめんなさい、これ。怪我するんで、これ気をつけて。おお、広い場所に出た。で、こちらの山の反対側行きます。山の反対側？やばいだろ。でもめっちゃ景色綺麗。ほら、大自然。すごいよ。あちら川になってるんですよ。すごいよね。面白いね、これ。まあ、ね、面白いよね。こっからもうこう、こう流れてきてるんですよ。スカーブ。イロハザクの川でしか見たことない。ドンブラコだな、完全に。ここで選択しようかな。じゃあ、まずここ飛びます。飛ぶの、うん、じゃあ、はい、飛んでいきましょう。飛んでいきましょうって。金さん、いけるか。インさん、濡れてたよこれ。インさん、ヒッちゃんいけるか、ヒッちゃんいけるか。いけたな。はい、タロウ。いくよ。よかったな。よっしゃ。きついな。慣れてる金さんだけが落ちましたね。だからすごいっすね、この景色。すごいな。自然溢れてるね。人工物が全くない。ほら、綺麗だな。めっちゃ引いてる。最高だな。こちらをずっと奥まで行ってぐるって回る感じですね。先遠いな。足場気をつけていきましょう。そうだね。滑るぞ。滑るな。でも朝雨降ったんすよ。そうだね、天気悪かったね。滑りやすさ2倍ですね。怖いぞ。おお、ひゃー。よし。おお、満潮時はどこまで来てる？この岩ぐらいですかね。じゃあ俺たちが立ってたらこっちまで行く？こんぐらいまで行きますね。うそ。うわ。そんな上がる。しくじると死ぬと。死ぬってかもう帰れないな。帰る場所があの世になるな。で、今回は金さんがいるから。あ、確かに。そこは大丈夫。うん、知ってますから、海の恐ろしさを。待て。険しいぞ。ボートですね。ボートの残骸。だから満潮を見抜けなかった人たちの末路で会う。そうなのさ、自然を舐めたら。そうだな、怖いな。ま、気をつけて。気をつけよう。怖いね。末路がこれか。あと土砂崩れもあるんだね。あ、ありそうだね、ここら辺ね。あれあれあれ。険しすぎだろ。怖いぞ。滑るね、ここ気をつけていかないと。よいしょ。
結構高いところ来たんじゃん。よいしょ、まだ向こう先長いな。残念、まださまだ先、見えるかぎりね、魚はいないですね、まだ今のところね、いないね。あの先に一体何があるのであろうか。後半へ続く。これ崖やんけ。火曜サスペンスとかで見る 崖ですね。火曜サスペンスだったら上から誰か落とされるよね、ここから。ここ危ないですよ。ね、これ山菜、これ食える。あ、これ食えるの。うん、これ持ってきますか。これ持ってきます。苦なって言って食べれます、これ。あ、そのまま食えんの。衛生的にちょっと怖いですけど。マジ嘘だろ。マジで一応食えはするけど、苦いから苦な。あんなにくそまず、びっくりした。こんなまずいのが世の中にあったんだ。これノンアルコールビールですからね。あ、大丈夫ですよ、ノンアルですよ。うわ、苦あんなに。沖縄料理でよく出るみたいですね、これ。一気に食わんとダメ、一気に食わんと苦味感じない。そうそうそう。あ、もう苦い、もう苦い。本当かよ、これ。本当に美味しくない。美味しくないでは。なんか人間ってし、あ、もう一瞬出そうだって言う。もともとビールあんま飲めんのに、ノンアルコールこうやって飲もうとするから余計気まるかった。歯に染みついてる、この苦なが。わかる、歯がキシキシする。全部歯とて刺す場にしたい。でも薬で考えて食べたら食べれるな。そうだな、薬草だからな。薬草って考えたら、うわ、あ、あ、苦い、つらい、苦い、つらいし苦い、重い、つらい、苦い、重い、死ぬ。お前若くすんな。なんか小学生の頃に戻った気分だな、探検みたいな感じで。僕タケシー来たらヤバかったな。テトラポッドですらあれだからな、弱点だから。アバラ2、3本ってたぞ。追ってるな、アバラ45本ぐらい追ってるやんね。死ぬ。おー、すげえ険しい。すごいな、これ壮大すぎだろ。あ、カサゴがいる。ちっこい身のカサゴがいますね。うわー、落ちたら死が待ち受けてるな。恐怖の側面だな、ここ。ここ落ちたら死ぬんだけど、大丈夫なの。はい、よし、残り半分ですね。また半分が待つ、さらにこれが険しい。いけるか、滑るかな、マジで。ガチコメント、あれ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 、金さんガチ滑り、やばいな。大丈夫。あれ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 、毎日通ってる人間がこうだからな。ね、普段通ってる人ですらこうだから危ないな。俺ジャンプしていいか。ジャンプいけるか、こんな滑る、超滑る、重装備でこのジャンプいけるか。いけるか。はい、おお、危ない、危ない。これ滑るな。これは長靴だからごめんね。イージーで。よいしょ、今日イージーでごめんね、俺。ハイサイ初だけど、こんな過酷な動画撮るの。マジできつい。ごえ、たたたたた、待っとけ、マジで言ってれば。大丈夫、ここ落ちたらやばいだろ。絆創膏16枚分ぐらいあるんですね。16枚じゃ足りんだろ。あ、マジか、これ帰りのこと考えたら絶望しかないんだけど。嘘だろ、おい。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、口が苦い、まだ。やばいな、ガチで。いっちゃん、登ってます。よっしゃ、よいしょ、いいね。着いた、こっち着いた、上等。まだまだ、あそこです、あそこ。まだまだ。さあ、ここがターミングポイントでございます。こちらの目の前の岩場のポイントでやるか。おお、2箇所あるんだ。か、もしくはあちらのもっと奥で行くか。俺は釣れるポイントがいいな。ここが釣れるんだったらここでやりたい。どっちも釣れるな。今回手前出るか。どっちもよ、手前出ろ。オッケー。俺、はい、俺が疲れてきた。ポイントここですね。今日のポイントはここ。2箇所あるみたいなんですけど、手前でやりましょう。どうなってるか、これ。おお、いそうな魚が見えるけど、まだ、うん、よーた、危ない。よっしゃ、到着。おお、投げやすそうなポイントですね。来ました、ここですね。ここで釣れそう、ふかせ釣りやっていきましょう。釣れそうですね。ごまごんから、あ、いた、時計あるな。うわ、やばいやばい。あ、痛い、血出た。はい、逃げ遅れたごまもんから取っていきたいと思います。あ、体体体体、捕まえて体。あ、やばいやばい、ガシって捕まえて、お腹怖い。いくよ。え、すごいな、硬いな。これ潜ってから取らないようになってるな、うん、エラとかを出して
取れないんですよ。それ根掛かりしますわ。もう両手使って引っ張る。それでもなかなか抜けません。これハマったんじゃないかな。ちょっとハマった。抜けた。釣ってはないけど手掴みでゲットしましたね。ここを立てて抜けないようにしたんだろうな。寝かしてあげましょうこれ。はいはいはい。さよなら。大きくなって帰ってくるんやで。さよなら。先ほどのオキアミが解凍する間はこちらのルアーでね。はいはいはい。時間潰したいと思います。ただ巻きするだけで釣れるやつですね。うん、簡単なやつ。さっきのゴマモンガラを回収したいと思います。さっき逃がしたゴマモンガラ回収。そうだろ。まさかの一発寝かかり。まさか。でも一応ね、これ見る限りちょっと岩ゴツゴツしてるんですよ。学んだ。申し訳ない。そう。次はこちらですね。なんだこれ。匂い つけてるやつですね。あ、つけてるんだ。こちらを通すと。やっていくぜ。オッケー。まっすぐになる。まっすぐスタイルか。近っ。こんな近場にいるのであろうか。ああ。食ってたの今。食ってたな。マジ？そうほら。切られてるな。下がってるじゃないですか。あ、本当に下がってるな。ほら、ズボン下げられてるんですよ。腰パンになってるな。欲しいな。こっちからだ、まだ。こんな近場にいるの？おー、来た来た来た来てる来てる。マジ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 。本当に？やったやん。あれ？取れた。あ、取れた。おー、よかった。さあ、リベンジ。ほい。さあ、どうだ？いけるか？ほっぱ。これだったら根掛かりしないでしょ、さすがに。ほい。アクションかけながら巻いていく。おー、来てる来てる来てる。追いかけてな。追いかけてた。惜しいな。さあ、切ってくれ。ひっちゃんのアクションがこちら。下に重くし引く。細かく引く。左右に引く。食いついてくれるか。食わない。はい、こちらですね。先ほど作ったネリエサ。ネリエサの元の。で、これでもう解凍できたんでね、これを切って汁だけ取ります。はいはいはい。なるほど。混ぜていくんですよね。めっちゃ吸いそうだね。何でも食いそうだな。こちらの食パン、いいぐらいの水分を取ったら完成です。おお、お団子。はい、先ほどの練り合わせをちぎったら、カリを置いてこう包むと。カリもほら。おお、すごい。これも魚も分からんはず。分からんね。楽しずり。そうだろうな。さあ、これで釣れるか。で、ここで巻き餌ですね。ここで巻き餌。あ、来た来た。あ、来てた。来た来た来た。え、巻き餌巻いてるの来た。ほら、許さない。早っ。え、これ食えた。ものの数秒。巻き餌いらないんだか。さあ、釣れるか。釣れてくれ。お、来てる来てるぞ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 。さあ、あとは浮きが沈むのも待つのみ。沈んでくれ、浮き。沈むか。来た。どうだ。来た来た来た。あ、今来てた。シャープに入ったな。負けさ、いらずなんだか、マジで。すげえ、これ来るな、やばいぞ。面白いぞ、面白い。それ面白いな。さあ、自作練り餌。さあ、浮きを沈んでくれ、魚はもう下にいる。あ、入ってる入ってる入ってる、フィッシュ。お、来てる来てる来てる。おー、なんだなんだなんだ。おー、なんか来た。お、あ、ベラーだな。ベラーですな。ベラだな。カラフルだな。超カラフル。いいんすか、これ。これ、サイダー味がそうだな。自作練り餌が。自作練り餌、早速釣ったな。俺、練り餌作るとこ非公開にしていい？そうだな。真似されるぞ。されるな、これ。これすごいな。これはリリースサイズ？打ち込みサイズ。こちらね、打ち込みの餌にしたいと思います。はい。ちょっと針もね、飲み込んでるんでね、ちょっと頭から落としちゃってみましょう。締める、締める。面白いね。背中にかけて。うわぁ、おい、生きてる生きてる。じゃあね、ここ打ち込みするとね、根掛かりするんですよ。うんうん。なので、ここに打ち込みっていうよりか垂らすって感じか。これで大物狙い。そうだね、これだったら持っていかれにくい。で、スルーつけて完成。さあ、釣れるのであろうか。またおい、ラブちゃん。あ、来てる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 。あー、惜しい惜しい。まっすぐ来てたな。ラブちゃん来い来い。おお、来た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 来てる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 。あー、また来た。ベラーベラー、いろんな。さっきね、相手合わせだったから飲まれたんですよ。見て、今回横っ腹。あ、もう横の頬。唇安になってるね、完全に。ナイス合わせってやつですね、これ。ナイス合わせ。金さん、これはナイス合わせ。まだまだですね。まだ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 甘いだし。まだまだまだ。これは相手を KO してますね。これはダメみたいですね。これダメか。やっぱ飼ってる犬がやっぱ吠えますね。ワンワン。でっかいの、でっかいの。あ、でっかいの、でっかいの。お、でっか。でっかいの、なんだあれ。でっかかったな、今。やばいぞ。
斬新犬でございます。さあ釣れるか釣れるか釣れるか釣れない。はい、これね解凍したんでね、開けてきます。モリモリ出るね。まだ完全に解凍はしきれてないですね。しゃもじしゃもじ家庭的だな。はい、そしてこちらブレジャンボ安いやつです。これも入れていくわ。でこれも混ぜるとしゃもじで混ぜるとオキアミも立つっていうからな。身の回りのものを使っていく、ね、無駄にしない。これがサバイバル術ですからね。そうだね。でここでお3つの高級パウダーだな。これはそう、こちらの安物とは全然わけが違うな。町内会が集まるぞ、お魚の集まるな。よしよしよ、お祭りだなこれ完全に。これはねたくさん来ます魚。来るでしょうね。俺終電逃すぐらい来ますこれ。寝カフェ泊まるだろうな。渋谷のハロウィンですよこれ。OK いいぐらいじゃないかな。オキアミはまた使うんでね、はい、高級パウダーに分けると。あ、普通に餌としても使うからってことか。そう、なるほど。まだ混ざってないやつ、 あまり混ざってないやつから餌に使うんで入れます。入れてく、いろいろ使っていくスタイルだな。よっしゃ投げていくか。おい、てかとても臭いですね。あ、それぐらい魚が集まるってことですよ。やばいな。これね右腕1本入れたら手掴みできますよ今。持ってきますから。手が巻き餌だな。なぜマスクしてるんですかっていうコメント多いんですけど、うん、もう日よけです。単純に、まあ、単純にまあそうだろうなっていう、うん、あの まさかね動画をね600本ぐらい投稿してね、うん、突然の顔 NG ってないでしょ。しかも釣りの時だけっていう。そうなんですよ。ということでね、じゃあ早速こちらの巻き餌、はい、投げていきますか。はい、第一投、はい、はい、さあどれくらい集まるか。おお、うわー、すごい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 、来るね、来る来る、ナイスオッケー、来るね来るね、いるぞ。でっかいのいる。あら、なんだあら、あいごだな。これでね、芯を取るんですよ、殻の。食っても大丈夫なやつだと。うん、殻のこちら、うん、釣られたクマしますここから。ギョギョーって、ほらベスポジだ。沈んでる、沈んでるぞ、沈んでるぞ。来た、来た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 、おー、なんだ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 、あ、来てる来てる、なんだなんだ、何が来てる何が来てる、うわ、やばいやばい、めっちゃサーモン上がってる、やばいやばいやばい、めっちゃサーモン上がってる、やばい、やばいぞやばいぞ、潜られないか、大丈夫か、なんだなんだ、めっちゃ上がってる、やばい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 、サーがやばい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 、サーが海に沈む。体力勝負だな、これ我慢勝負だ。浮かしてからのやばいやばいやばいぞこれ、竿がめっちゃ曲がってる。面白い。おお、なんだ、おでっか、取れそう、たまにく、お、来たー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 、でかー、ナポレオンフィッシュらしい。不可能という文字はないって言ったやつ。不可能でした。え、待って、歯すごくない、待って待って、歯やばい、歯が鋭いな。うわ、怖えぞこれ。これユニクロだっただろ、これ言ってたじゃん。すごい、見て、うわ、歯やばいな。あー、危ない。で、もう唇かかってるんですよ。これ、あ、やばく取られてました。危ないな。もう手でこれ取るのは危険なんで、ペンチで取りましょう。ちゃんとしたもので取ろう、うん、おー、来たー、ガチ神ポイントだな。こちらをね、入れておきます。新鮮な魚を食うためにね。そうだね、食わないといけないんですよ。はい、こっちでちょっとの間休ませておきましょう。ここでお休みくださいませ。ちょっと寝といてね。じゃあどんどん来るぞ。巻き餌も巻いていく。さあ投げてからの早速、はい、すぐサッとかぶせる、かぶせる、お、下にいっぱい魚寄る。でっか、なんだあれ。さあ沈んでくれ。すごい来てますね。ヒット、金さん無言のヒット。おお、金さん来た。あ、来てる、俺も。あ、ヒッちゃんも、あ、ダブルヒット。あー、逃した、ヒッちゃんは。さあ、金ちゃん何釣ってる、ガラっぽいぞ、なんだ、おー、おー、いいサイズですね。30ぐらいですね。30ぐらい。ヒッちゃん来た、フィット、なんだなんだ、よっしゃー、アイゴアイゴ。これ毒ですからね皆さん、ヒレは気をつけてくださいよ。アイゴゲット、いいっすね。来てる来てる。さあ、ひっちゃんの雪を沈むのか。なんだなんだ、おお、また曲がってる、竿が、また竿が曲がってる、なんだ、すげえ、
すげえ、なんだ、イラブチャ、イラブチャっぽいぞ。あ、でかい。お、もちろん、やばー、イラブチャゲット、きたー。おー、いいね。おー、きたおっしゃでっか、でかいね。あれ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 、すごいな、イラブチャのでかさにこれくなったね。やったね。おー、いいサイズだ。いいサイズだな、これプリプリですね、ここプリプリから、ブラックバスでフリー、ここ、うぅー、来たー、フィッシュ追えってやつですね、皆さん、フィッシュ追え、よっしゃ、あーブリ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 、イラブチャーよく漏らすからな、くちばしみたいになってるんですよ、イラブチャーは。これ危険ですからね。ナイスフック、めっちゃ美味しいのか、めちゃめちゃだろ。わーばー、痛い、わーばー、あーでかいね、あれ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 、いるいるいる、サメがいる、サメいる、やばは、転覆したらやばい、はいさーい、はい、今回ですね、はい、こちら逆だよこちら釣り図鑑を埋めつつ、はい、サバイバル生活でございます。そうですね、本当にね、もう釣れないと死あるのみですから、緊張感を持ってね、はい、やっていきましょう。今回ね、いろんな釣りをします。深瀬釣り、さらし釣り、はい、ルアー釣り、はい、団子釣り、はい、打ち込み、夜の潮干狩りね、やろうかと。そして、うん、盛り付き、あ、盛りもやった、盛り付き、はい、で、薬草探し、はい、で、幽霊屋敷心霊スポット巡り、もうね、もうすごいことになってますよね。盛りだくさんだな、うん、さらに、シーカヤック釣りもします。こちら、なんとね、漏れなく金さんも出てきますね。漏れなく金さんもいますね。3人乗りですから。3人乗りだな、これは。前回ね、転覆してますから。そうだね、うん、金さんと。やばいやばいやばい、大丈夫か、大丈夫か。俺は大丈夫よ。今回大丈夫でしょ。今回は大丈夫です。今回は大丈夫らしいですね。今回っていうか、毎回大丈夫じゃないと困る。確かにな。今回サバイバルなんで、もうここで釣れないと今日の晩ご飯はほぼなしということですね。雑草だ。または野草とか、野草とか、あとノウサギとかイノシシぐらいしかないですからね。そうだな。早速じゃあ、あちら、はい、シーカヤックの方で降りましょう。はい、やっぱ3人乗りのね、シーカヤックは重いですね。大体何キロ？30ある？皆さん、ちなみにね、ここね、アダンビーチって言って沖縄本島で一番綺麗なビーチらしいです。まあ俺からしたらそうでもないと思いますけどね。釣れるといいな。はい、じゃあ今から向かいます。お、待って待って待って、待って待って待って、怖い。 OK、 押せよー、 せーの、待って、多分カメラ、あ、本当に浮くこれ、本当に浮く。待って、マジこれ、なんか落ちたよ、待って、なんかいろいろ落ちてるな。あーしょ、まだ許してるけど大丈夫か。怖いんだが、怖い、着替えないけど大丈夫か。俺も着替えないよ、待って。 OK、 OK なの。ちょっと怖いな、怖い、怖いね、めっちゃ怖い。ちょっと誰か俺のあれ踏んでるな、ルア、俺怖くて動けん。 OK、 OK、 でくよ、でくよ、あー濡れたー、もうお尻な、お尻濡れた、混ぜてる、あ、これが海水か、浸透したな。さあヒットですね、何が来てれば、来たよー、おー来たー、あ、何、あ、何、ミニ高級魚、あ、来た、石見バイ、さあヒッちゃんヒット、何が来た、何が来てる、あ、何、おー、石見バイだ。じゃあこれは今日の晩飯ですね。晩飯やったー、やったー、ゲットー、結構来ましたね、離れてきましたね。わー、波が来るぞ、やばい、波来るな、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、大丈夫か、これやばい、あ、やばい、危ない危ない、怖い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 な、うわー、なんかいたぞ、なんかいたな、なになに、白いの、鳥かな、向き危ないな、ちょっと斜めってるよ、斜めってるぞ、揺れてんな、急旋回はなしで、あ、痛っ。あそこら辺に何か見えた模様です。さあ、転覆しないことを願う、僕言ったことなの、言ったんすかね、言ったんすかね、言ったん、言ったん、カメ、カメ、あ、カメ、おい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 、待って待って、どれ、え、どれ、怖くて分からない、波、待って、ちょっと、怖い、怖いんご、波来た、やばい、サメいる、やばい、転覆したな、やばい、シャーク、やばいでしょ、見てみたい、これ見えます、あ、どこ見えない、見えない、いや、サメ釣れたら僕まで釣れていかれる、だからよ、釣れないだろ、俺なんか釣られるっていう、どこ行かない、ここ待って、今晩の晩飯のあるよ、サメの、さあ釣れるのか、俺のアクションに釣られてきたのかな。
このビロチワーム、ビロチのアクションに、うん、あんなちっこいのに食うんだ。ワーム食るんだな、かなり怖っ。あ、本当にサメなの？本当にサメだった。これより前見せろ。うれ、え、どこ、え、バッて出るから。はバッて出る、バッて出る。え、何バッて出る、バッて出る。うわー、うわー、あそこら辺いたみたいです。うわー、座礁。やばい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 、あ、やばいぞこれ、やばい、あ、座礁、あ、やばいぞ。岩の上でバランス取って完全に今乗ってますね。やばいぞ。本当にサメいたの？マジ？白いのいたよ、なんか白いの。白いのいたの？白いのいた、でかいの。マジかよ、怖いんだが。危ない。おい、やばいぞやばいぞ、この位置やばい、この向きやばいって。今完全に横向いてるんですよ。よし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 、サメを探せ。サメはどこだ？本当に？え、見当たらない、怖いぞ。さあ、どこにいるのか。うれうれうれ、逃げ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 、あー、いた、うれうれ逃げ、あっちあっちあっち、どこどこ、うれうれ、あー、いる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 、サメがいる、サメいた、ほら怖いんだが。まだ見えない、まだまだ、いた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 、怖い怖い、あー、いた、あらららサメがいた、あらららら、痛い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 、ほらどうする、どこいる、どこいる、うるうる、前正面正面、ちょっと左、11時の方向、うるうるうる、目の前正面正面正面、待って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 、波やばいぞ、波やばいぞ、あ、いた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 、やばいや、怖い、サメ、なんだろうあれ、多分俺シャツ、イルカじゃないかな、イルカ2匹ぐらいいたよね、多分一緒に泳ぎたいんだよ俺ずっと仲間かな。ほらほらほら、あー、いた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 、正面正面、真正面いるね、やばいやばい、何やったぞ、俺正面行けるぞ、俺、え、深い、危ない危ない、あーな、あ、待って、あ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 、え、待って、え、え、こっち、なんか、なんかいる、なんかいる、え、なんかいる、こっち、やばいやばい、こっち、なんかいる、なんかいるったら、え、脱走する、脱走する、脱走する、待ち、沖に流される、沖に流される、やばい、逃げよう逃げよう、あ、これやばい、あ、これやばい、やばい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 、あー、もう、うわー、やばい、濡れた、濡れた、終わった、完全に濡れた、やばいやばい、サメ、サメどこ行った、怖いよ、もう一回タコ、サメみたいな、すごい向こう荒れてるね、うわやばいな、やばいな、高いだすごい、2階建てあるだろあれ、確かに相当高いわ、うわやばいだろあれ、ここから見たら分かりづらいと思うけどすごいんですよ、サンゴ礁のおかげで助かってるっていう、景色もすごいですよ、これ山、そして一方、これなんて山なんだ、さあ、ひっちゃんヒット、何が釣れてる、何が釣れてる、重い、さあ、ちょっと曲がってるぞ、あ、でかい、あ、でかい、そこそこでかい、そこそこでかい、ナイスサイズ、いいサイズ待って待って、カメラ濡れる、持ってけゲットですね、でっか、はい、見栄えゲットですね、ゲットですね、やったー、いいサイズだね、一番大きいね、うん、今日一番大きいですね、吉田3年分ゲット、やった、日没まであと10分、うわ、来た、あ、来た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 、おお、マジか、あ、寝がかりかい、寝がかりかい、びっくりした、下に青い魚がいるね、かわいいね、青い魚いますね、さあ、取れるか、この寝がかり、このルアーの運命はいかに、怖い怖い、いかにも釣れてるみたいだな、このアングル、あ、取れた、おお、ラッキー、はい、じゃあ今から沖に戻りたいと思います、沖沖、あ、沖じゃないこの環境じゃない、そろそろ沖に戻るかって、まあ、ちょ、釣れたから全然いいんじゃん、3匹釣ったね、いいね、よかったよかった、ボンメシゲット、やっと来ました、ここまで、もうちょい、もうちょいで着きます、さあ、最後の最後で転覆しないでくれ、あー、着くぞ、着いたぞ、着いたぞ、よいしょ、到着、よっしゃ、じゃあ降りますか、野草探し、はい、こういった砂浜とかにも結構ね、食える草があるんですよ、今日の野菜、これ、タコの木って言いますね、これ、タコの木、アスヤタコみたいでしょ、これ、あ、いっぱい入ってるってことね、タコは8本ですけどね、28本ぐらいあるそうですこれ毒ある、あ、何、これ毒、皆さん、これ毒あるやつなんでね、はい、間違っても食べないように気をつけてください、名前はちょっと忘れてましたね、何だったかな、うん、これ皆さん、これ毒です、で、これが皆さん、この瓶、これを毎日飲むとクズっていうものになりますクズと毒ね滝木も集める会まで
燃える、燃えやすいの。あいいね。あ、これタンポポみたいなやつ。そうそうそう、これも食えるっちゃ食えるけど、こっち棘があって。そうだね、棘ハサミで切らんといけないんですよ。さあ、ひっちゃん、これの名前は覚えてますか。あの、釣り岡さんと格好のポイントで食べて。これこれ、天ぷらうまかったな。そうそうそう、食えるけどめんどくさいって覚えてる。食えるけどめんどくさい、正解ではないでしょ。正解は島アザミ。島アザミ、あ、そうだね、島アザミでしたね。 あった。あ、なんか見つかったみたいですね、ひっちゃん。お、いいね。あ、これはあれじゃん、長生きすると言われてる草だよね。そう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 、長命草、なんだっけ、長命草。長命草、おお、よく見つけたな。そうそうそう、食べれる分持っていこう。いいね、1ヶ月分ぐらい持っていこう。そんな食わないでしょ。これだいたい3枚あるんですよ、うん、こういう風に三つ葉みたいな。こう1枚あたり、1日寿命が延びると言われてますだよね。そう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 、うん、スーパーベジタブルね、美容にもいいという、うん、スーパーベジタブルと呼ばれてるそうです。そうそうそう、よし、こんなもんでいくか。うん、いい、ちょっとこんなもんでいいっすね。作るのがないな、美味しいやつがあるぞ。ハマホウレンソウ、美味しいやつがある。そうそうそう、普通にハマホウレンソウって美味しいですよね。あれが海岸沿いに生えてるようだから、うん、浜ほうれん草って言われてます。これはこれは野毛草だったかな。これも一応食べれるよ、春の野毛草かな。これ食べれる。待って、うん、でも超ちっちゃいな。もうちょい成長してからいただきましょう。そうそうそう、ん、これアダンの、アダン、これアダンなんだ。アダンのあれ、これもあのトゲ取って、うん、しっかり熱湯の中に入れてアクを抜けば食べれます。へえ。こんなもんかな。ちょっと戻ってハマウドがあったからハマウド取るか。ハマウド、うん、オッケー。野毛しみたいですねこれ。そうそうそう、これ野毛しね。あ、あ、痛いな。これ見てください、これ音。そうそうそう、パリッパリなんですよ、トゲが生えてて。これも一応食べれるみたいなんですけど、これ毛先切らないと無理じゃない。そうそう、これ切らないといけないね。いろんな野毛しがあるんですよ。春の野毛し、うん、秋の野毛し、うん、鬼の野毛し。そこで鬼切っちゃう。そう、あと細野野毛しだったかな。うん、種類いっぱいあるんだ。そうそう、いっぱいあります。でこれはね、確か秋の野毛しだったかな。うん、これ食べれますよ、美味しいですとっても。ちょっと持って帰ろうじゃん。持って帰ろうか。オッケー。さあさあ、じゃあ何枚か拝借しましょう。根っこから取ったらダメよ、根っこから。はい、痛い。痛いって。痛いな。ウミガメの卵もありますね。これ持ってきました。びっくりした。本当にウミガメの卵と思った。嘘、石。じゃあこれも何枚か拝借します。はい、皆さん、こちらギシギシっていうね、美味しいカッパですね。これも天ぷらとか汁物にいける。そうそう、うん、全然いける。多分これギシギシだと思われる。はい、水場だと、うん、もう一貫の終わりな。こんなもんでいいんじゃん。3人揃って病院よ。こんなもんでいいんじゃん。こんなもんでいいか。ギシギシと水場の違いは、こちらの葉っぱあるでしょ、ここ丸っぽいじゃん。こっち、そうだね、丸まってるね。うん、で水場の場合はここ尖ってるんですよ。もうトゲでありますよ、もう毒ですよっていうアピール。なるほど、ね、うん、こんな感じかな。よし、オッケー。今日も晩飯ですね、これも。よっしゃ、持って帰りましょう。持って帰りますか。野草発見ですね。そうですね。これ何？もう見て、立派な茎ですね。こちらがなんとハマウドですね。これは美味しいですよ。じゃあこれ持って帰りますか。これ茎が食べれると。茎が美味しい。葉っぱはケツ拭きとかに使ってください。一応食べれるよ。食べるか。じゃあ茎と葉っぱ両方持っていきます。両方持って帰ります。はい。はい、皆さん、こちらツワブキですね。これツワブキ？これツワブキ。これ食べれるの？うん。これ茎の部分が食える、ここで。葉っぱは抗菌作用があるから、サラとしても使える。なるほど。ここもね、これはワイングラスとしても使える。これ、ここは漏れるでしょ。ここ漏れるけど雰囲気を雰囲気を楽しめると。で、ここの茎だけを食べて、葉っぱはサラとして使いましょう。はいはいはい。ちなみに怪我した場合に、これ一回茹でてこうつけると、うん、バンドエイド。自然のバンドエイド。自然のバンドエイドね。だからほら、こういったとかってでしょ。怪我するんですよ、ここ。あ、ここね。これは、ハロー、気をつけてね。うん、これ、いや、大丈夫、俺は怪我じゃない、俺は怪我じゃない。これあるけど気をつけてね。うん、いいよ、そういうふうにやめよう。ちなみにこれはあれですね、琉球山亀だっけ。一応天然記念物にカメとか。はい、もしここに落ちちゃった場合ね、もう分かれないんですよ。うんうん。けどこういったところが階段があると、うん、こういったところで登れると。山に帰れるとは。自然にも優しい。山に帰れるという仕掛けですね。はい、常にね、こういった火種になるやつを集めます。で、これこちら。松ぼっくりも、松ぼっくり、これはもう本当に放火までは玄関に飾ってます。理由としては中が空洞になってるんですよ。うんうん、で油も含んでて、すごい燃えやすい。あ、そうなんだ。これ燃やすなら松ぼっくりって言われてます。もうこれと火種と松ぼっくり集めて、拠点に戻りましょう。はい
はい、いつも動画見てくれてありがとうございます。関連動画はこちらからクリックお願いします。そしてチャンネル登録はこちら、まごろくさんのお腹です。こちら何もありません。くれぐれも触らないようにね。油がつくから油がつくからディスプレイが伸びちゃうよ。油が折れるよ。はい、サバイバルでね、持っていくものですね、まずこちら、ビデオカメラとかね、 GoPro とかね、釣り図鑑、こちら釣り図鑑で、まあ着替えですね、着替えの靴下などで釣り竿、4本入ってます。でこちらにも釣り竿3本で、森鍋の中にまだ鍋で、夜の潮干狩り、これでエビとか取ったり、タコとか取ったりね、見れると。はい、そしてこちら、釣り具ですね。釣り、もう釣り具、釣り用具、釣り用具が入ってますね。で油、そしてはい、わかめ汁とかね、醤油、調味料、ニンニク、あ、調味料ですね。で米と唐揚げ粉って書いてます。唐揚げパウダーですね。唐揚げパウダー、伝説のパウダーです。はい、でラーメンで、ジップロック、使い古したジップロック。使い古してないんじゃん。で、あ、これもアジポン、これね、揚げた山菜、揚げた山菜に超合うんですわ、アジポン。で、ノコギリ、これは大木とか切って、燃やすやつですね。燃やす大木を切って、いい大きさに切ったりしてね。そう、切り使います。で、こちら燃料、燃料、ガスですね。ガス、ここに火をつけて燃やすと、燃やします。そしてこちら土の袋、土の袋、これにね、砂などで入れて重りにします。で、この重りに何、この重りは何に使うかと言いますと、こちらですね、竿を立てて、打ち込み竿などにこうこうね、こうやるんですよ。で、立てると、で、こちらに竿を置くっていう仕組みですね。さっさっさっ、こういう風に竿を置くと、うん、で、この土の袋の重りでをつければ、持ってかれない。はい、山菜、カレーで、俺のタックルボックスで、エアマックス、これいらないだろ、エアマックスからの、うわ、びっくりした。はい、先ほど釣った、石見バイですね。で、巻き餌とか仕掛けとかですね。で、こちらも巻き餌、こちらも巻き餌ですね。大量の巻き餌、巻き餌も重いですからね。5キロ、10キロあるんじゃない？10キロあるよな。10キロある、うん、10キロあります。そしてヘルメットですね、これ大事、金さんヘルメット、ヘルメット、これ、これで、これ火種、ああ、火種だ、火種、小麦粉ね、これ、あの、天ぷらとかに使うやつで、あのね、お茶持ってこようと思ったんですけど水ですね。あの、ラーメンとか作るときに結構お茶でやってることが多かったんですけど、さすがにね、あのコメントを見たらね、いい加減水持ってこようっていうね、コメントあったんで、今回はちゃんとしっかり水、以上ですね。あとはこういったライトなどかな。結構持っていくもの多いんですよ、これ。あとこれ、これ大事、これで火をつけます。ファイヤースターターと万能ナイフ、で、まあ、万能ナイフですね。そうそう、とライフジャケット。さあさあさあ、以上。大体ね、これ全部で何キロぐらい、もう釣り竿も全部含めたら40キロから50キロあるんじゃない。40から50をね、3人で手分けして運びます。まあそれぐらいね、持っていくものが多いということですね。ではご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、準備をしてね、拠点探しですね。では向かいましょう。こっからね、3キロぐらいかな。しかもたどり着くまでに膝上まで濡れますから、結構過酷な場所ポイントですよ。金さんが約40キロで、ハローが7キロぐらいですかね。待って、俺もうちょい頑張ってる。7キロもうちょい頑張ってる。で、俺が8.5キロですね。絶対いっちゃんの方が軽いだろ。うん、俺結構重いです。じゃあカメラマンだから
どういうこと、うん、カメラマンだから抑えないといけない、カメラを右手を開けないといけないわけよ。そういうこと。重いな重いな重いな。しかもまだイージーの方だからな、道のりで。はい、ほんのり険しいゾーンに来ましたね。出るか。で、すぐ横が海になっております。滑るんで気をつけて行きましょう。うわ、あれ大丈夫、うん、大丈夫か。よいしょ。うわ、あ、なんだこれ。あ、人手か。おお、人手を見るや。人手たまにね、海蛇いますからね。それも気をつけて、潜んでますから、これ岩の下に。もう横はすぐ海と、反対側が森ですね。皆さん、朗報、人が殺見ですね。山菜と石見分しかないんで、これだけじゃない、腹いっぱいになれないんで。あー、ありますね。滑るな。やばいな。うわー、やばい。大丈夫？あ、さあ、金さん、こちら。うわ、やばい、やばい、あくるよ。せーの、オッケー。おっしゃ、ゲット、ゲットですね、ジンガさん。うわ、もう一個ない、もう一個ない。あ、あったね。うん、いい、大丈夫。せーの、お、おっしゃ、よっしゃ、一つ目。もう一個欲しいね。あれ、あったー、いた、あ、いた、あ、いた、あっちゃあっちゃあっちゃ、やばい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 、痛い痛い、あ、危ない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 、モリ皆さん、ここにモリあるんですよ。狂気ぶん回してる人がいますね。こんな過酷なポイントで3つ目ゲット。いやいや、よっしゃ、これで3年分。あれもあるほどめっちゃ濡れたんだが、よし。待って、そんなんだ。会心の打ち切り。はい、休憩ですね。あれから1時間半ですね。結構歩きましたね。やばい。ちょっと今休憩中です。2月ですけどね、暑い。ちょっと5分休憩してまた行きましょう。この音は。皆さん、こちら何らかの糞がありますね。これは多分ツキノワグマの糞でしょうか。それはないだろ。これはケイさん。ストライク。鹿ですかね。鹿。か。だからここ森なんですよ。か。か。ウサギ。ウサギ。ウサギいる。ウサギっぽい。あ、ウサギっぽい。この形見たことあるな。か。チョコチップかもしれない、ハロー。何なんで俺に聞く。美味しいチョコチップかもしれない。俺チョコチップそんな好きじゃないよ。いっちゃん味見。これ何食ってるか一回見るか。草食ってますね。草食系動物か。草食ってる。これみんな、これ見てわかる？ウサギっぽいではあるよな。ここちょっと危険かもしれんな。ここで止まるのやめよう。また見つけましたね。これはさっきより大きいっすね。ちょっと中、これ人の糞じゃん。そう、違うだろう。こんな単品ないだろう。これはなんだろう。これね、ラマかもしれないっすね。え、何？ラマ。ラマ沖縄に。これなんだろうね、恐ろしいやつね、これでっかいから。これ、うんちの中どうなってんの、ちょっと見ていい？うんこの方、中どうなってんの。あ、ちょっと触っちゃった。これ人間じゃないな。あ、これ人間じゃない。草食ってるな。草食ってますね。緑色してるからね。そうだね、草食ってる。これはズバリ、ケンさん、イノシシの可能性は？あ、十分あるね。イノシシ。マジかよ、これやばいな。マジで一回イノシシ見たことあるからね。ここで。ここじゃないけど、同じヤンバルの森で。ってことは、これもイノシシの可能性はあるってことね。十分あるね。怖いな。イノシシ怖いですからね。突進してきますから。さっさっさっさ。しかも噛みちぎるからね。噛みちぎるな。怖いわ。行きましょうか。皆さん、こちら。やりたてほやほやですね、これ。さっきよりちょっと。ほかほかしてる？ほかほかしてるな。これ怪しいぞ、ここ。いるぞ、近辺に。ほら、ここにも。ここやばいな。なんかいるよね。間違いないな。間違いない。捕まえよう。捕まえきるんだろう。じゃあ俺がもう深瀬竿のしなりを使って叩くよ。引っ張叩くよ。全然痛くなさそうだな。マッサージになりそうだな。はい、ちょっとね、歩きやすいところに来ました。先ほどよりもね、全然歩きやすい。また落ちてますね。サバゲーのフィールドじゃないかっていうぐらい、あのビビ弾みたいに落ちてますね。これはいるぞ、いっぱい。ほら、これもちょっと大きめのやつ。ここなんかいるぞ、ほら。
これ皆さんごめんね、これさっきから糞ばっか映して、それぐらいしか楽しみないんですよ。何も落ちてない。それ以外が恐ろしい場所だな。こんなとこにいるからな、気をつけないと。断崖絶壁だ。こちらにも糞ですね。皆さん本当申し訳ないですね。これ完全にクソ動画になってんだが、至る所にねあるんですよ。ってことはですよ、ここにもね多分遭遇する可能性ありますね。よいしょ。え、これ鳥が食われた後ですね。これ完全にもう骨になってる。うわ、え、これくちばしはこれ完全に食われてますわ、何らかの動物に。これここくちばし、うわ動いた。ここくちばしね、羽、こっち手羽先。怖いな。しかも近くに糞あるし、食ったんでしょうね何か。鳥がいるな。マジで？うん、鳥の骨がある。あ、本当だ。あれぐらいのサイズの鳥を食うってことはズバリ、ズバリ人ですね。磯？え？人？人？人じゃないだろ。まあ金さんでもわからないと。そしたら幽霊屋敷にいる人。ああ、なるほどね。ハローいないんだけど。ね。あ、ハローあっちいるわ。大丈夫か？眩しい。眩しいって言ってます。はい、こちらでね、砂利で休憩ですね。やばいな。さっき休憩してね、まだ歩いて10分しか経ってないんですけど、ちょっと体力が消耗してますね。え、新星が綺麗。皆さん、星綺麗なんだけど、ビデオカメラでは映らないんですよ。何にでも良い。残念。これはときめくぜ、この星は。この星空の下でプロポーズした際には一発だろうな。結婚指輪なしでも OK するだろう。休憩しますか。よっしゃ、行きますか。ほんと金さん、重そうだな。ごめんよ、ほら。汗が引いて寒くなってますね今。こんなとこにも待ってて。いるね。コメント欄クソ動画って書かれてるだろこれ。さっきからクソしか映ってない。見てこことか大量なんだけど。何があったこれ。やべえこれ。フェスティバルだろこれ。うんちフェスティバル。何もいないよね。襲ってこないよね。はい、こっちを登っていきます。あーもう。鬼ヶ島だろこれもう。よいしょ。ブンバ。はい、最難関ここね。下はもう海なんですよ。落ちないように横から進んでいきましょう。うわ、危ない、やばい、危ない、やば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 い、危ない。危ない。滑った。うわ、これ落ちたら大怪我だ。はい、砂浜の方に出ましたね。で、最後の砦こちら、こちらを登っていきます。見えるかな。これがきつい、滑るな。そしてで、ここの横の壁に沿って進んでいかないといけない。ほいや、結構高いところに来たな。うお、なるほど、こうなってるわけか。落ちたら終わりっすね。これ行こう。はい、落ちちゃった。今日がやばいかな。落ちましたね。大丈夫か。さすが最後の鉄壁。やばい、チームだ、流される。あ、流された、流された、やばい、やばい。え、マジ。お、ナイスキャッチ。大丈夫か。大丈夫だ。怖いな、ここ最後の難関だよ、マジで。最後の難関だな。気泡ですね、皆さん。ライトが壊れましたね、金さんの。赤く点滅するんですけど光らない。うん、壊れたわ。壊れた。うん、しゃあない。どうする。皆さんこれね、ライトなしじゃ歩けないんですよ。ハロー電気消して。どれぐらい暗いかと言いますと、こうです。もう何も見えないんですよ。やばいな、回しほら。もう金さんの顔もね、全く見えないんですよ。そういうことなんですよ。ライト壊れてるって言ってんのに、このテンションですから。どうする、マジで。俺ライトあるよ。それでやるか。一列渋滞組んでいくか、アリの行列みたいに。オッケー、それで行こう。くっついて歩こう。そうそうそう。はい、もう少しでゴールですね。こちらを降りて、こちらがゴールとなってます。降りていきましょう。危ない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 。痛って痛って。大丈夫。ああよっしゃー、ゴール。
よっしゃ、無事ゴールですね。よっしゃ、長かった。長かった。大変だったな。今までで一番長かったな。そうだね。最近このよくなんか言われてるよな。なんだっけ、ポップポッピー、ポップピピピ、何ポップピピピッコ、難しいよなタイトルな。ポップピピッコよくやるな。ポップピピピッテイプ。皆さん、あちらが見えないけど幽霊屋敷ですね。うわおお、怖いな、雰囲気出てるな。今日はね、この近辺で泊まるらしいっす。やだな、ミステリーだわ。皆さん、こちら先ほどね、鹿と予想したんですけど、うん、あれは違うと。そう、この足跡を見て気づきました。こちら、さあ何でしょう、これとこれ。人間の足跡ではないですね、これ。ほら、ここ、これも、これも、ズバリこれはヤギですね。ヤギ、間違いない。確かにね、あの岩の登るのはヤギしかいないな。山って書いて普通ですから。ほら、ここ地団の踏んで、こっち人間の足跡全然違うさ。人間の足跡から、うん、こうなったら、あれ似てないか。これ完全にヤギっすわ。あ、なんか追っていけば会えるんじゃない。ほら、まあ合わないけど危険ですからね。とりあえずここを拠点にしますか。しましょう。ヤギの通り道。恐ろしいな。はい、皆さん、やった。本日の漂流物、なんとこちらシートなんですよ。マット、マット。ほら、ここの上で遊戯王とかできる。あ、すごい、あったかい、あったかい、あったかい。床よりは全然こっちがいい。いいね。誰かが多分使ってしてたんだろうな。流されてきたんじゃん。そうだな。いいね、いいね。おお、魔法の絨毯見つけた。よっしゃ、じゃあこれを持っていきますか。とりあえずあのかまど作りですね。石窯作っていきましょう。そう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 。はい、こういったね、大きい石を集めます。で、一箇所に置くと。で、ついでにね、こういった燃えそうな焚き木もね、集めていきましょう。ある程度集まったらかまど作りですね。途中経過です。こんな感じですね。でも、もうちょい積み上げていく。うん、もっと積み上げていこう。皆さん、1時間半な、はい、うん、90分。こちらですね。完成。皆さん、この高さ見て、高さ、高さ褒めたって。これ、ね、これね、積むのにものすごい時間があった。1メートルは言い過ぎだけど、うん、70ぐらいはあるんじゃない。幼少期からね、テトリスやっていてよかったなと思いましたね。一回もね、崩れてませんからね。カマンみたいだよね。こんな感じ、こんな感じで、上のアングルも多分欲しいと思うから。こんな感じで皆さん、いや、時間かかったな。満足する石窯で完成ですね。はい、上からこれ絞り玉ですね。絞り玉、そう、絞り玉に天秤、天秤で、ステイトに重りをつけてますね。はい、こっちね。そうそうそう、はい、で、これがクッションゴムですね。クッションゴムで、あとはこうやってスルスル針、サルカにハリスと、餌は先ほど取ったジンガさん。じゃあ投げていきましょう。投げていきましょう。さあ、ギリギリまで行って、遠投。ナイスショット。ナイスショット。 60m を飛んだかな。60来ましたね。あとはね、鈴が鳴るのを待つだけです。土のう袋、ここに砂を入れて、まあ、両端にこれで持っていかれないと。これは釣れますわ。で、あちらに鈴。いやね、鈴鳴るの楽しみですね。いいね。ほんとね、鈴鳴るの今まで楽しみだったのがね、ジングルベルでしたからね。火を起こしたいと思います。イエーイ。このファイヤースターター壊した、壊した。そうそうそう、こしたら火出るやつね。そうそう、これを使って火を起こしたいと思います。おーい、見てわかるように色違うでしょ。なんか炭みたいな。そうそうそう、鉛筆の芯みたいな。そうそう、 まずここは、うん、火花がこうやってつきますね。で、こっちは何かっていうと、うん、マグネシウムの塊で。あ、そうなんだ。そうそう、このマグネシウムを削って、うん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 、置くでしょ、うん、で、その置いたところにこの火花をパッパッと当てると、わーっとさらにね、炎上すると。へー、そうなんだ。ということで、まずね、こういった燃えやすいね、うん、あ、さっき、先ほど拾ったね。そうそうそう、これをね、削るんすよ、いっぱい。見えるかな。おー、見えてる、見え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 る。なんか銀色の何かね、削れてるね。なんか削れてる。そうですね、粉末が。あ、すごい、すごい、めっちゃ削ってる。
少ないな。あ、着いた。一瞬着いたな。着いたね。足りなかったね。マグネシウムがちょっと、こういう場合に、こういった風にマグネシウムが足りない場合があるので、うんうん、そういう場合はもっと大きく削って、はいはい、やらないといけません。はい、皆さん見えるでしょうか、この銀色のやつ。はい、だいぶ集まりましたね。これがマグネシウムですね。せーの。あ、ついた、ついた。はい、いやいやいや。せーの。ティッシュの上に、マグネシウムを落として着火ですね。ティッシュってこんな有能だったんだな。あ、一応ついてますね、うん、マグネシウムは。ティッシュしかもこの1枚しかないんですよ。チャンスは1回だよ。プレッシャーかけるね。皆さん行っていいか、うん、めっちゃ寒い。あ、ほらですね、マグネシウムですね。マグネシウムですね、うん、ガラスの破片みたいだな、はい、さあ行けるか。いきます。嫌なよ。ガン、着いた。頼む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 。そうそうそう、着いた。頼むよ頼むよ。いや、まだだ、まだ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 分からん、まだ分からん、まだ分からん。こっからこっからこっから。はいはいはい、松ぼっくれー。あ、松ぼっくれ。あ、いいっすねいいっすね。小さい枝も、はい、ポン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 。さあ頼む頼む頼む。急げ急げ、これチャンスだよ。チャンス1回だよこれ。あ、やばい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 。急ぎ、焦らない程度に急いで。よし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 。待て、俺入りたい、その中に。あったけ、あったけ、あったか坊や、あったか坊や、あったか坊や。さりげなくて、あったか坊や。あ、待て、鈴、あ、一瞬鈴鳴った。一瞬鈴鳴ったぞ、今。はいはい、スタンバイスタンバイスタンバイ。あ、そう、火が大切、火も大切、火も大切、すみません。ティッシュないよ。ティッシュないや、これ消えたら終わりだ。金さんは一人しかないよ。多分今のことだね。風かな、一瞬になったな。うん、風だな。風と信じよう。最高ですね。ああ、最高最高。あったかいあったかい。いいねいいねいいね。よし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 。いいねいいね。よし、来たよ来たよ。どんどん行くよどんどん。でかっ。小さい枝から今度は大きい枝へと。そうですね、バージョン上げていく。そうバージョン上げていこう、バージョン。ああ。ということで、火起こし成功ですね。火起こし大成功。成功ですね。シャイ。あったけ。あったかいな。ピッチャーあったかいね。あったかいよ。あったかいよ。あったかいな。俺も止めていい。止めようね。あったかいから。俺も火当たりたいね。はい、じゃあミーバイの方。はい、石ミーバイですね。これ汁物最高なんだろう。最高だった。食べたことないかもしれない石ミーバイ。マジでな。人生損してるぜ。うわ、じゃあ今日で得するな。今日食えたらな。は？食えるだろ。3と3等分したらな。そんなのあるんだ。3匹いるのに3等分できないんだ。よし、じゃあこれお腹を取ります。よいしょ、お腹を取っていくと、取れた、綺麗に取れたね。エラも取っていくと、お、綺麗に取れる。おお、綺麗に取れた。はい、綺麗に取れました。あとはこれを揺するだけですね、バシャバシャ。はい、はい、おー、終わりっと。はい、一匹終わりました。こんな感じで取ってきます。ちなみにこのバケツは拾ったやつ。そうだね、このバケツ拾ったやつ。あと2匹もね、こんな感じで取っていきましょう。2本、2本のスプライト。ほんとだ、全くどこから来た。2本、こっち落ちてた。中国から、中国から、中国のスプライトじゃないこれ。ヒット、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 釣れてる、釣れてる。カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。さあ、ヒットヒット。マジで弱い。さあ、何が釣れてるか。うわー、重い。本当に重いぞ。やばいやばい、何だ何だ何だ。めっちゃ切れてないやつだ。根がかりじゃないじゃない。マジで。おぉ、何だ何だ、めっちゃ切れてる。重い。竿を移したいけど、竿先、okay. 暗くて見えない。おっしゃ、何だ、何が来てる、何が来てる。ゴー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 。おっしゃおっしゃ。さあ、来い。何が来てるんだ。来い来い来い。何が来てる。嘘、超重い、超重い、超重い。マジで、何だろう。あー、強え。マジマジマジ。竿先見たいけど暗くて見えない。どうだ、今見えるか。見えない、竿先見たい。めっちゃ分かってる、すごい。根がかりじゃないわ、根がかりじゃないわ。何だ、よっしゃ。何が来てる、何が来てる。見えた、竿を立てる、竿を。おっ、あった、来た来た来た。おお、はお、まさかの、まさかの。おー、でか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 、おー、でかおー、でか。
来たでかーでっけーでかーでっけーでっけー足のサイズこれな足のサイズこれなでかー聞いたの仕掛け皆さんこれ危ないですからトゲヒレ見てヒレほらこれもちょっとこれもうヒレ見てください見てくださいこっちでかっホンマみたいな顔してんなちょっと長いね顔が長いね金さんの手のひらが20だそうですやめよはいはい2 4 4 4え嘘65 65 すげえやったちょっと抱っこしよう抱っこしよう針取りたい針いい抱っこ抱っこ抱っこして金さん抱っこ金さん抱っこ俺が良い子悪いよ口なじと思ったんですけどこれですね口なじと思ったらこれねこれと思ったんですけどなんとこれ、はい、黄色いくちばしねほらこっち黄色黄色だね黄色いくちばしでこれも黄色いくちばしこっちがちょっと赤っぽいとおこっち赤っぽいねってことはこっちが近いよな胸赤乳首ですね胸赤乳首胸赤乳首65ぐらいか65だはあると思うから65いったなありがとうじゃああざーす本来ね僕たちが食うって予定だったんですけどジンガサで釣れたんでねまたもう一度、ジンガサでやっていきたいと思いますこんな感じでよっしゃ夏みたいだね行きましょうねいただきまーすナイスショーナイスショーイエーイ75いったな70まで飛んできたな、うん、飛んできたな打ち込みでね興奮するとは思わなかったっすねいや猛ダッシュして金さん転んでたから転んだなはい血抜きしましょうね血抜きですね美味しくいただくためにはねいきまーすいいよよいしょジャブジャブって血を出します美味しく食べるために必要ですね横取っていきましょうよっしゃいうわこの大自然で砂漠っていいなこれ胃袋の中どうなってるのか気になるこれは気になるなこれ気になるさすがに寒いけどねこれちょっと見たいよなよしザクザクこっちから硬いんだよねあこっちの方が硬いね肋骨らへんか板入ってるな、ここに板入ってる整形だろ、これ整形整形かって、これなんか板が入ってますねめっちゃ硬そうだなすごいな、この腹うわよしささみ入ってるはささみささみささみですね、皆さん、これささみっぽいのこれ一番低カロリーですねダイエットにおすすめですよボクサーも食いつくだ、これ減量中のボクサーも食いつくだろ食いつくな硬いね。来たんじゃん。さあ、何が入ってるんでしょう。うわ。あ、何？え？何？え？なんだこれ。もう取れた。あ、取れた。なんか歯が入ってましたね。歯が入ってた？え？ほら。え、え、何これ？歯が入ってる。え、なんか食ったんじゃん。歯ここだよね。なんか食ったんじゃん。え、何食ってんの？すごっ胃袋の中に何かが入ってた胃袋の中に歯が入ってたほらこれだね胃袋これっぽいね見てみましょうさあおかいあああ針入ってるさっき針が入ってるもう腸まで来てたんだジンガサジンガサもあるあバイトしていけるぞこれさらにあ胃袋の中にいたんだもんゴクンって飲んで完全に飲んでたねじゃあ胃袋にフッキングかけたってことそういうことだよねすごっあんなに一気に飲み込めるんだねすげえ頭落とすか落としますか落とせるかなハサミで確かに硬いんだよねいけるかじゃあサバ折りサバ折りいきますじゃあ本番サーセンあ、痛い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 ショーマンサーセンサーセンお、来たゴロってゴロってなったななったなおっわー、必殺仕事人来た仕事人ですねえ、さ、え？ん？サーモン入ってるよサーモンじゃないでしょこれ色なんでしょここだけサーモンって
ここもね、押すんすよ、マッサージみたいな、こうやって。何すんの？空気が出てる。あほら、血抜き。血抜き、あここの骨。ここの骨。うん、血合い骨の方の血まで抜くと、綺麗に。そう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 。白身の部分、美味しくいただく秘訣ですね。そう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 。誰の俺あ、そうそう、言うな。オッケー。よっしゃ。おお、いったいったいった。おお、すげえすげえすげえ。お、来てる来てる。逆から入れていけば、そう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 、調理バサミで三枚おろしをしてみたっていう。ないからな。まあそうなんですよね。ちょっと包丁ないんですよ今回。ナイフもちょっとなくて、もう仕方なくハサミでやってますね。よし。おい、ちゃんとまな板ないのか、ちゃんと。まな板、これまな板じゃないし、むしろこれ何っていう。風船？何だよ。何だろうっていう。よう分からん。これ韓国から流れてきたやつね、なんか。ミッフィーのパクリじゃん。韓国の遊園地だろこれ。なんかこれ。お、お、あ、いける。お、いけるぞ。お、これいける。めっちゃ綺麗、しかも。いいぞ。いいぞ。いいぞこれ。いいぞいいぞ。ハサミ万能だな。ける。有能。しかもめっちゃ綺麗。綺麗だけど。もうちょい。もうちょいだな。さあ、奇跡は生まれるか。あ、綺麗綺麗、意外と綺麗、意外に綺麗ってた。全然綺麗ですね。綺麗ですね。わかめ入り味噌汁ですね。味噌汁、味噌汁。あ、いいね。入れるよ。やばいな。うわぁ、はい、よし。お、いいね、いいね。おー、いいね。一緒見ば。一緒見ば。はい。一緒見ば。おいで豆乳、おうまそう、いいね、いいね、いいでしょ。おいいね、3匹わかめが踊ってんな。うまそう、うまそうだな。どこらさ、くざおとわかめが踊ってんな。わかめとミーパイがパリピリしてるな。ちょっとね、寒すぎてね、あちら味噌汁完成したんですけど、これだけじゃ体が温まらないと。そう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 。なのでこちら、醤油ラーメンですね。そう、こちら、入れていきましょう。はい、ボロボロ、もうボロボロ、ちょっとボロボロだね。野菜も入れよう。野菜も、山菜も入れましょう。はい、こちら調味料ですね。こちらはね、そのまま食えるんで、これもラーメンに入れましょう。取って溶けない。やばいな。え、取って溶けるな、これ。取って溶けない。え、とろけるチーズなんだ、これ。味噌汁とか飲もうか。そうね、味噌汁、できてるから、ほら味噌汁。はい、じゃあ早速食べていきましょう。こちら、ミーバイの味噌汁ですね。はい、まずくないか。その熱いが幸せそう。うまい。熱い。あったかいな。マジで？うん。芯まで、体の芯までいくなこれな。おお、できてるじゃん。うまい。めっちゃ火通ってる。柔らかい。え、くそ熱。めっちゃ湯気出てるな、うまそうだな。おいしい。あ、うまっ。うまいよね、出汁効いてるよね、めっちゃ。びっくりしたね、今。え、フォアグラ。三つ星ホテルに来た気分だったね、今。最高だな。うん、どう、うん、うん、おいしい。うまいか。胃袋に穴開けて無限に食いたい。腹いっぱいなのか、怖い。金さんの分残さんの。あ、ついた、ついた。穴開いた、穴開いた、穴開いた。マジで穴開いた。俺の分まで食べようとするからな。ほら、確かにな。マジで穴開いた、穴開いたな。熱っ。え、待って、溶けた、溶けてる。溶けてる。え、溶けてない、これ。溶けてるな、完全に。ネバネバ。ちょっと油断したらこうなんで危ないね。まずは匂いから、匂いから。危ない。あ、超いい匂い。最高だ。まあ、よ。これ美味しい顔ですね。だいぶ美味しい顔ですね。体温まるだろこれ。Ha ha ha ha!
汚い、ポロポロしてただの下品やし。いや、相当うまいです、本当にうまいですね。な、寒いからっていうのもあるかもしれない。あ、確かに。何今の食べ方。それはじいちゃんで叩かれますわ。やめて、マジで。まだダメダメなるくらい。ラーメンも出来上がったみたいですね。さあ、どうだ。うわお、煙すげえ。湯気いいね。うおうまい、最高か。照明層が来てんな。いただきます、照明層。いただきます。はい、長生きして。あ、うまい。美味しいでしょう。さっぱりする。うん、うまい。最高か。うまい。じゃあいただきます。照明層がいっぱいいる。いっぱい行きたい。照明層1枚で1日ですからね。俺たちより今1週間長生きしましたね。靴の中で転がしたいな、ずっとな、これ。最高だな、うん、こういう訴えしね。北海道が悪いなのですから、天然の。あ、あったか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 い。背中に入れたいな、人って。冷たいの逆バージョン。ありがとうバージョン。ありがとうじゃん、やけどバージョンだぜ。だから入れられた瞬間にありがとう。北海道。あー、あー。そっち、あー、いいね。あー、あ、冷たい。肩こりに良さそう。こんな感じでちょっと焦げないようにね、ちょっとこまめにひっくり返しながら焼いていきます。実はですね、先ほど味噌汁飲む前にね、うん、3人で会議したんですよね。寒すぎると、もう春尾もね、風邪ひくぞと、このままで。また来週から無人島の撮影がありますからね。ここで無理しちゃいけないぞと。そうですね、やりたい。逃げるのも勇気。ちゃんとここは謝罪して謝ろうじゃないかと。全部できそうにないと会議になったわけですよ。はい、で味噌汁飲みました。はい、で芯まで温まりました。はい、これは結果出ました。はい、もう少し考えさせて。とりあえず一旦ご視聴ありがとうございました。一旦ね、まあ、まだ分からないけど、まだ分からないけど、分からないけど、まあ、一旦一応念のためな、念のためね、念のため、何が起きるか分からない。そうだよ、まあ、ご視聴ありがとうございました。そうですね、ご視聴ありがとうございました。一応念のためね、念のためですよ、念のためですよ。俺は逃げはしたくない。そうだね、逃げも勇気って言ったけど、俺は最後まで戦い抜きたいかなと。ただ念のため、念のためね。そう、念のためね。ちょっと全部焼けるまで時間かかるんで、表面でお箸で3人でつまみつつ、おお、味ポン、おお、味ポンに、うん、じゃあニンニクをここに入れて、おお、つけながら食べると。最高、最高ですわ。こんなもんでいい。あ、いいね。ニンニク、生ニンニク、おお、生ニンニク、生おろしニンニク、温まるよ。温まる、ね、これ以上温まるといいですね。夜の潮干狩り行かないといけないよ。逃げないで、ね、そのつけ。こっち行っちゃって。あ、うまそう。おーおーおー、これ見てください。おらら、うまそう。やばいやばい、これうまいでしょうね。これをね、ちょん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 ってつけてね、肉ポンにつけて。お酒飲みたいですね。最高だな、これ。パリパリ感あるね。おー、赤葉と身を一緒に、一緒にいただくと、一緒にいただいて、肉ポンをつけのパクッと。うん、最高だ。めっちゃうまい。いいね、うまい、うまい。超合うな。酒飲みたくなる。醤油合うと思う、俺。醤油よりこれがいいな。積んだのの金さんが来る。さあ、どう、金さん、どう。10点中。10点中って言ったのに、眉打ってる。パイパイする。うん、やばい、まずうまい。3人で食いましょう、これ。3人で食べましょう。いただきます。いっちゃんがまた新しい食べ方を見つけたみたいです。まずね、この皮がいいな。裸にするんですよ、皆さん。うわー、見せちゃう、うん、まずね、すっぽんぽんにさせるんですよ。恥ずかしい部分見せちゃう。恥ずかしいとこだけど、これね、お父さんと一緒に見せたら気まずいと思うんだけどね。すっぽんぽんにもさせるんですよ。土曜日の映画かな。で、こう、崩す。もったいないよ、お父さん。崩しちゃう、うん、あらあらららら。お、こあ入れて、あんなに入れちゃう、やば、絶対うまい、これ。で、こう贅沢食いだろ、これ。はあ、混ぜるとシャッフルしてからの
絶対うまい。うん、これご飯にかけて食いたいやつじゃん。これは味わえないな。うまっ。おいしいよね。お、これ釣れてなかったらどうなってたんだろう。寒い寒いしてたのにずっと言ったりながら。今これ高速ドローンってるな。もう出てるし。おー、うまそう。スッと食ってるね。しみる。ほんとね、助けられた。これなかったらね、うん、皆さんもう帰ってますからね、絶対。帰ってるよな。帰ってるよな。うん、帰るのも勇気とか答えてな、かっこつけて帰ってるだろ絶対。完食です。皆さん空腹のね3人の前にしたらね、あの60センチのサイズもこれもんですよ。これもこんなもんですよね。あと30分ぐらいしたらね、先ほど見たあのフンがちょっと大きいサイズのやつがこっちに転がってますから。調味料はもう食べたんですけど、残りの野菜は湯がいてアク抜きしないと食べれないみたいなんで、今のうちに火があるうちにね湯がきたいと思います。じゃあ鍋を見てみましょう。よいしょ、いい。じゃあ開けます。おお、めっちゃ湯気出てる。あ、色変わってない。変わってるね。美味しそうだね。アク抜きで。よし、じゃあもうちょい待ちますか。いい。実はねこっち前回も来てるんですよ。そうですね、伊勢エビの抜け殻見つけた動画あったと思うんですけど、うん、そこでね心霊スポットがあると、金さんのおすすめのコメントでね、もう一度ちゃんと言ってほしいと。もう一度ちゃんと、そうだね、言ってほしいって。前回はねちょっと逃げに入ったんですよ。そうですね。うん、逃げも勇気だよってことで逃げたんですよ。今回はね行くぞと。うわー、待って待って、怖え。見える見える見える。うわ、怖い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 な。なんか前より怖さ増してない。ねえ。やばいやばい、なんか、え、待って、俺鳥肌立つんだけど。人住んでないよな、本当に。みんなで行こう。死ぬ時はしよう。死ぬ時はしよう。人いるんだよ。人いない？本当に。見てこれ。ん？うわー。待って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 。待って、え、ちょ。これ人の頭皮じゃないこれ。頭皮。いや、それはやばいだろ。これそれやばいだろ。頭蓋骨に一回刺さって、で頭皮がこれ取れてますね。やばいでしょこれ、ここ全部のバランス。今まで台風とか何回来てんの、何回も来てんのに、このハンマーのバランス。本当だ、すごいな。本当取れるし。え、本当に人いないよね。なんか最近までなんかあったような感じだよね。でも服も綺麗じゃん。だから綺麗だね。うわー、なんかいろいろあるね。2階もあるね。散歩するのなんか壁に文字書かれてるな。え、我は学ぶ。何て書いてある？我はちょっと学ぶって書いてある。いつまでは読み取るけど、見そう、ね、見づらいな。ちょっとぐるって見てみる。誰かと目合ったら死ぬわこれ。そうだな、見てはいけないもの見ちゃいそうだな。あの穴から覗けるよ。大丈夫だよね。人いないよね。怖いよ。いや、物置って感じだな。何もないな。怖いな。足元危ないね。気をつけないと。鍋があるな。ケイさんどこ行った？はい、ケイさん。うわぁ、うわぁ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。人いたからびっくりしたわ。覗いたから。よくされるね。え、韓国？ニハオ。え、韓国の中…え、ハングル文字なんだが。何なんだここは。マジで全部韓国。分かんない。多分だよ、うん、漂流物を集めた結果、うんうんうん、まあ、こんだけ集まった感じだね。なるほど。戻るか。戻りますか。戻ろう。雰囲気怖いよ、こっち。雰囲気怖いな、うん、怖い。映ってはいけないものが映ってそうだな。まあ動画では確認できてないけど。ここで暮らしてて、海の向かいきつくねってなったと思う。自然立ち退きしたと。コンビニ遠いし。多分ね。あー、怖かった。家帰ってこの動画再生してみて、真っ暗だったら怖いな。何も映ってなかったら。いや、怖かったですね。休憩しましょう。はい、休憩しましょう。夜の潮干狩り、はい、行きましょう。はい、こちら森持ってね、行きます。金さんも来ます。はい、金さんも来ます。今から。うわ。めっちゃ寒そうだ。なんかいるかな。
ほら。アバサーですね。かわいい。ほら。アバサーだ、アバサー。かわいい。ほら。なにこれ。これなんだ。カサゴ？カサゴっぽいな。なんだこれ。どう押さえていい？うん。あ、逃げた。カサゴかな。あ、逃げた。赤ちゃんかな、身のカサゴ。あ、逃げた。カサゴっぽいね。カサゴっぽい、綺麗だね。今潮引いてるんで、打ち込みした近辺まで来て、この巻き餌を近くで巻くと。そう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 、ね。なるほどね。それで巻いて、打ち込みの方に魚を殺せるようにすると。そうそうそう。なるほど、チョークアップですよこれ。チョークアップだな。プロはやること違いますからね。プロは自称プロですけど。自称だったからな。でも今日釣ってますから、これで。確かに。見えるかな。あ、溜まってますよ。あ、本当だ。こういうふうにやると潮が上がってた時に魚が来ると、うん、なるほどね。じゃあこんな感じで巻いていきましょう。イエーイ。おい、ひっちゃんが何か見つけたようです。何？カニ？ほら、カニいますね。これどうする？ああ、ちっちゃいな。ちっちゃい、逃がそう。うん、これじゃあ逃がしますか。ここ奥まで来ました。おお、めっちゃいそう。なんか、え、なんか深くなってるね。深くなってますね。ほどほど、危ない危ない危ない、危ない。ちょっとこっち深いですね。ライフナイフだけですけども、これは死ぬわ。あ、裂かれますね、赤いの。なんだろうこれ。赤いやつ。赤いやつなんだろう。トゲがすごい硬いやつ。生き物が今回はなかなかいないですね。怖いですね、目の前までもうこの状態なんですよ。わあ、来た。うわあ、やばい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 。一旦このままちょっと浅いところで探すか。戻りながら浅いところで探します。ほら、おお、あ、これなんか形めっちゃ綺麗だね、はい、しかも生きてるんだよ。あ、本当だ本当だ本当だ、生きてる。すごいな、シュルケンに近いそうな、ね、すごいな。これ逃がしますか。逃がしましょう。これはすげえな。そろそろ戻るか。戻ろう。ちょっとね、潮がね結構来てるんで、ね、これ帰れてってるわ。そうですね、戻りましょう。危険ですね、寒い。めっちゃ足がね、もう膝までみんなびしょびしょですかね。ちょうど重いなと思ったら、うん、ポケットに冷たい石が入ってた。日本、皆さん戻ってきたらもう火が消えかかってる。やばい。ここからみんなで協力して、うん、小枝、燃えるやつ集める。集めるか。それもいいね。はい、火が安定してきましたね。だいぶやばい。ひっちゃんもめっちゃ持ってきたね。さすが。お、こんぐらいあればもうね、日の出までは持ちそうだな。今日取ったね、はい、山菜の中、あれ山菜っていうのかな、月桃の葉っぱ、はい、あるんですけど、鬼って書いて餅、それでムーチーって呼ぶらしいんですけど、うん、なぜ鬼がついたかと、うん、かなり大昔の話になるんですけど、はい、まあ、昔の沖縄で、うん、4人家族がいたと、うん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 、で、まあ、お父さんお母さん、うん、でお兄ちゃん妹がいたんですけど、うんうんうん、ある時お父さんとお母さんが、まあ、亡くなってしまって、うん、でお兄ちゃんと妹がだけが残されたらしいです、うんうんうん、妹さんは、うん、すぐ結婚して、うん、嫁に行ったからいいものの、うん、残された兄貴は、貧しい生活と、うん、あまり寂しさのあまりに、うん、人の家畜を襲って食べるようになったらしいです。うん、金さん鼻水出てるよ。あ、そっか。寒い寒い寒いからね。頑張れお兄ちゃん。で、人の家畜では飽き足らず、うんうん、次は人の子供を襲って食べるようになったらしいです。うんうんうん。で、その噂話を聞いた妹が、うん、兄貴のところに行ったら、うん、ちょうど子供を湯がいて食べてるところを見てしまったと。うんうんうん。で、その時妹は兄貴は鬼になったかもしれないとちょっと疑問に思って、うんうん、である日兄貴の好きな餅、そうそう、それを持ってたんですよ、うん、でその中に、うん、人間では到底食べれない瓦を入れて、赤瓦とかにある瓦、そう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 、を餅の中に入れて揚げたところ、うん、兄貴はそれ普通にバリバリ食ってたと、うんうんうん、でその時点で妹は兄お兄ちゃんは、あ、本当に鬼になったんだなと、うんうんうん、確信したらしいです、はいはいはい、で、また次兄貴と会う時に、うん、また兄貴の大好きな餅を持ってたんですけど、うん、
その餅の中に釘をいっぱい入れて、で兄貴にあげたらしいです。そしてそれを兄貴に食べさせて、兄貴は死んでしまった。悲しい話。したの悲しいね。そういう話があると。妹が鬼になった兄貴を退治するための餅を作ったと、それが鬼の餅と書いてムーチーです、ムーチーの由来。そうそうそう、沖縄の子供向けの、ムーチーの由来ですね。子供にしてはちょっと怖いな。で、その妹は鬼妻になったと。鬼嫁じゃない。はい、沖縄の文化の一つの紹介でした。はい、はい、朝ですね。朝、おはようございます。おはようございます。俺は寝てないけどな。動画にも撮ってよ、いびきかいてました。マジでな、いびきかいてたよ。バッチリかいてたよ。仕掛けを買いたいと思います。先ほどと一緒で、餌はジンガサですね。そう、ジンガサ貝。そうそうそう。そして隣がこれだ。なんと、深瀬釣りなどで使う巻き餌ですね。そう、巻き餌と小麦粉を使って、そう、ちょっと固めになってます。固めですね。す、粘土みたいだな。そうそう、この挿絵、打ち込みの挿絵に包みの包んで、団子やんけ。そう、包んでおにぎり。握り方がおにぎり。っていう感じで、じゃーん、すごいな。おお、団子になったね。そうそう、打ち込みの団子釣りって感じですか。そう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 。俺心配なのが、引っこ抜けないかなって思うじゃないですか。それを防ぐために固めに作ったんです。あ、固めにね。そうそう、このこれを混ぜて固めにやった。多めに。そうそうそう、ちょっと硬いんですよね、これ。硬いね、見た目硬いね。てか、これ重りいらんだろう。あ、あ、行ってる、行ってる、すげえ。あ、行った行った行った、すげえ、行った。あとは待ちましょう。待ちましょう。はい、ファーストブレイク、クッキング。じゃあ、ご飯とカレーと魚の切り身を入れて、シーフードカレー。いいね。で、こちらの山菜、油とカレー風味の野菜炒め。さあさあさあ、しようと思います。はい、じゃあこれに水を入れます。さあさあさあ、これどれくらい、ストップって言ってよ。たた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 カレー粉ですね。さあさあ、カレー粉2切れ、入れます。入れて、切り身を食べやすい大きさに切っていくと、入れていくと、さあさあ、薄切りですね。ジップでロックして、閉めて、シャッフルシャッフル、いいねいいね。はい、じゃあこれを投入します。投入、いい、大丈夫。もくもく、あ、ちゃ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 、湯がいたらこんだけになっちゃいましたね。そうそうそう、食べれる部分が全部混ぜると、そうそう、一気に、はいはいはい、順番がバラバラだな。食べれればいいみたいな。で、これも入れちゃいますか。余ってるんでね、これも入れます。あ、しこいそうだな。醤油も入れちゃう。いい、醤油は隠し味ない。隠し味ここは測るんだ。だからここは測るんだ。めっちゃ味濃いそうだな、これ。いいよ。イエーイ。よし。イエーイ。さあ、これ美味しいのか。はい。魚を追加で入れてますね。じゃあ30分ぐらい経ったんで、もう水分も結構ね、なくなってるんで、いい感じに食べれるんじゃないかなっていう。あ、めっちゃいいね。うわ、カレーだ。お、いいね、お、いいね、いいね。最高だな。絶対うまいだろ、これ。うわ、湯気ももくもく、うまそう。熱いでしょ。熱くない？熱いだろ。熱いだろな。普通に食えます。なんか、炊けてないご飯もある。あ、固めってことね。固めっていうか、晩ご飯食って、5時間後に、あ、こっちご飯粒ついてたんだっていうぐらいくらい。で、それを口に入れた時の硬さ。硬さ。なるほど。ちょっとね、カレーはね、失敗しちゃったんですけど、これは美味しいと思う。キジさんが作ったやつ。さあさあさあ、山菜炒めね。初めて食べます。まだ美味しいのでしょうか。食えんの、本当に。じゃあ、調味添えて。あってるのって。これやばいな。
美味しいか、ジョメソはやっぱり。やばい、葉っぱ1枚で寿命が1週間減りました。減ったの？これ伸びるんじゃないの？減るな、味付けがダメだなこれ。ちょっと濃いですね、ビシビシみたいな。カレー越し、やっぱ濃い。昨日ね、うなぎがいたんです、あっち。おお、あっちね。大うなぎではなく、なんかうなぎってよね。うなぎ。おお。はい、こちらの森でね。はい。昨日見たうなぎを持ち帰りたいと思います。今日取れるといいな。ほら、いるか。見当たらないな。反対側回ってみる？魚いますか？あ、魚いるね。マジ？小魚いる、いるいる、いっぱい、いっぱいいるな。いるなんか。いないな。いないですね。綺麗だな。あ、いるのか。すげえな、ここ。すげえな。カエルとかいそうだな。この先どうなってるかちょっと気になるわけよ。いるとかじゃなくて、うん、ただ行ってみたい。好奇心あふれてるかな。おお。深いな、深いな。深いし冷たこの水。どうなってる？さらに目がある。もっと行くわ。もっと行くか。もう行くよ。あ、じゃあ俺ここで待ってて。どうなってた？滝。滝があった。そうなんだ。岩の底に隠れてんのかな。入れるんじゃないかなって。ああ、こちら辺とか隠れてる。ああ、痛い。え、待って、刺すよこれ。あ、痛い。え、痛い。あ、痛い、痛い、痛い。はい、さあ、一か八かで奥の方を刺して見てみたいと思います。奥の方を見ていきます。いないか。いないもん。残念。残念だったな。刺す、迷ったらちょっとね、見たかったよね。逃げ道がないからちょっと舐めてたね。舐めてたな。まさかここに逃げるとはな。いないか。行こう。戻ろう。戻りますか。はい、ということでね、はい、ちょっとうなぎ、まあ、うなぎも逃がしちゃったんですけど、荷物になりますからね。まあ言い訳しますけど、うん、けどね、今回はね、釣り時間も1匹埋まってね、本当はもっと埋めるべきでしたけどね。ちょっとね、いろいろとね、深瀬釣りとか団子釣りとかやるってやろうと思ったんですけど、思ったよりね、潮の引きも早かったしね、予定とは狂ったんですけど、楽しいサバイバルでしたね。いや、楽しかった。大きいのも釣れましたね。楽しかった。はい、楽しかったですね。ご飯も美味しかったです。そうですね、ご飯美味しかったな。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、片付けて帰ります。ご視聴ありがとうございました。